今回は、はい、柳田国男編の第3回、はい、はい、パート3でございます。最後になります。はい、今回はね、彼の晩年までもう一気に駆け抜けていこうと思いますよ。うん、はい、前回前々回で柳田国男の青年期を見ていったということでしたけども、はい、うん、ここから一気に、うん、残り半世紀を見ていこうと、やったこと、はい、よろしくお願いします。でちょっとね、始める前にどうしても我慢できないから言うんだけど、うんうん、僕この柳田国男会の台本執筆を経て、うん、僕の中で大きな変化がありまして。ほう、変化ですか、何でしょう。僕ね、柳田に感化されて仕事辞めました。お初めて聞いた。マジで。で前回までで柳田はシトレン、どうしたの。いや、すみません、衝撃だったからな、さっきの。随分動揺してますね。余韻があるよ。余韻が。随分動揺してますね。え、びっくりしたよ。辞めれたの。辞めます、ね。辞めるの。今が2月。はい。いや、今日は5日ですかね。ですかね。5日後には辞めます。あら、そうでしたか。はい、やること。あ、びっくりいたしました、まあ、その後の進退については多分ですね、この動画が出てる頃には、うん、はいはい、すでに公表されていると思うんですが、なるほどなるほど、あの池袋の駅前にできます、うん、ゆる学徒カフェの方で、はい、あの常駐のスタッフとして働くことになりました。なるほどなるほど。はい、まあ、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつでも黒川君に会いに行けるぞ。はい、だいたい。だいたい。毎日行くと死んじゃうから。そう、ちゃんと休んでくださいね。休ませてもらいます。はい。はい、あ、落ち着こうですか。びっくりしたわ。びっくりだね。うん、いや、一番いい引きかなと思って。いや、引きはすごかったよ。はい、で前回までね、柳田は、うん、まあ、詩とか恋愛にふけりつつ、うん、まあ、農政学に踏み込んだ青年時代、うん、そこから出張旅行した先で出会ったブサイクな魚が代表する山の神信仰のお話に大興奮。おこぜね、おこぜ、そうそう、うん、で、まあ、それについていろいろと勉強していった先に、はい、山に住んでいる人、それからにその人たちっていうのが日本列島の先住民、うん、ね、山に住んでる人っていうのは日本列島に住んでいた、もともといた先住民の末裔であるが、ね、そっちに移り住んでということだったと。そういう仮説を唱えて考察を重ねていきましたよね。うんうんうん、これがあの非稲作民を追いかけた柳田の山人の研究の時代ですね。はいはいはい、はい、非稲作民ね。そう、非稲作民です。なんかもう聞き覚えがありますよね。ありますよね。こっから、まあ、の谷川健一によって指摘され、坪井博文によってそれどうなのって言われた、うん、まあ、稲作単一文化論的な方向に進んでいくことになります。はいはいはい、はい、で今回は柳田がいよいよ仲間たちとともに紆余曲折を経ながら現在の民族学を形作っていくよというところになりますね。うん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で実はね、柳田以前に民族学っぽいことをやっていた人がいるんですよ、日本に。なるほどなるほど、うん、まあ本当の本当の最初ではないけれどもってことだね、じゃあね、うん、民族学、日本民族学っていうのを本格的にちゃんとやり始めたのは柳田が最初、柳田が最初で、その前に民族学にめっちゃ似てる学問を提唱した人がいるっていうことなんで、ね、めっちゃ似てる学問、はい、うん、これをね提唱したのがニトウェイナゾーという人でした。あ、知ってますよ、武士道ね。そう、武士道の人読みました、それは。国際連盟員にもなったっていう人だね。この人はね、柳田が帝国大学を卒業するくらいの年に、うん、自分の著作で地方学っていうものを提唱してた。地方学、うん、これね、漢字で書くと地方の学問ですね。ああ、なるほど、うんうんうん、地方学ね、地方学か。そうそうそう、なるほどなるほど、地方って書いて地方って読ませたんだよね。うん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 、でこのさまざまな個性のある田舎の村を経済学的な視点で研究した上で、うん、はい、日本とか社会について考えた方がいいんじゃねえのっていう、要は外とか、うんうん、まあ、細々したところからやってって、それをボトムアップ的に研究していった方がこの国は良くなる、経済的に良くなんじゃねえのかっていうような発想、なるほど、からできたのが地方学だったわけなんだよね。ここでは使われている内容っていうのが後の柳田民族学と重なるところがたくさんあるんですよ。はいはいはい、うん、で既に法制局、この頃に柳田国は農商農務省から農務なんなんて言ったっけ、農商務省か、農商務省、農商務省から法制局に移って、うん、あのほら役人なんで3年で切り替わるじゃないですか。なるほどね、うん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 、法制局ってところに移って伸び伸び仕事をしてました。うん、この頃の法制局はマジで伸び伸びしていて、伸び伸びな感じなの。そう、あの今の法制局は、内閣法制局は、うん、あの要は、国会で何を審議するかとかいうのを決めなきゃいけないから、クソ忙しいわけなんです。そのイメージよ、本当に。当時はあのしょっちゅう解散してたんで、あ、なるほど、はい、国会が開かれない時期が長い。そうなると国会ねえなーって言ってみんな国会ねえなーか、そう、暇だなってなって、みんな本読むか、
あの公費で旅行調査旅行に行ったりしてたんですよ。あらららそれは伸び伸びね、はいはい、船長より伸び伸びね。船長より伸び伸びですよ、うん、よかったね船長なんなくて。船長なんなくてよかったかもしれない。そうそうそう。でもうあの旅行なんか行くんだけども、うん、旅行さすがに行くと調査旅行なんで調査報告書っていうのは出さなきゃいけないわけ、まあ、一応ね、うん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 、でそれをあの発表してちゃんとやってきたねってお墨付きもらわなきゃいけないわけなんだけど、うんうんうん、みんな同じことやってるからみんな仲良しになっちゃって、うん、なあなんなってくるわけよ。まあ行ってきて、そうそうそう、調査書、うん、まあ、もらっとくわ。そうそうそう、ね、でみんな調査書を持って、あ、じゃあ報告発表会やろっか、うん、あ、みんなそろそろって言って、ふーんすごいね、ふーんって言ってだんだん雑談になってったらしいですね。なあなあの極みだね。なあなあ、こんな役人ならなりてえわって本当そう思いましたよ。うん、でこの頃柳田って自宅で少人数ながら郷土研究会っていうのを始めました。ほうほうほう、うん、でこっからねめちゃめちゃ似てる会の名前とか雑誌の名前がたくさん出てくるんで全部は覚えなくていいです、うん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 、とりあえず今のは郷土研究会っていうのを、これは柳田が最初にやった小規模な研究会になります、うんうんうん、まあ、出張で見たものの報告会みたいな体裁を取っていて、うんうん、近所の人たちを集めて話したとかそんなレベルでになりますね。でこれを細々とすでに柳田はやっていたんだが、うん、このニトビ稲造の地方学の提唱を見て、うん、同じこと考えてんじゃん、うんうんうん、と嬉しくなってニトビに合流してこのニトビと一緒に郷土会っていうものを開きます。あ、似てますね。似てます、うん、研究が抜けたね。そう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 、うん、だからもう郷土研究会はこれでなくなってるんで郷土会だけ覚えてください。郷土会、はい、郷土会はニトビ稲造と柳田国夫の会です。はい、でこのニトビ稲造を中心として運営された郷土会、うんうん、この特徴はですね、とにかく気持ちよく議論ができること。気持ちよく議論、ね、そうだからね、人柄のいいメンバーで構成することにすごい気遣ったらしいんですよ。はあ、でもそれはなんて言うんだろう、研究の前提、手前として結構大事な前提なのかもしれない ね、うんうん、議論を進めていこうってなった時に内容ってよりかはなんか人柄とか、うんうん、関係ないところでうまくいかないっていうのはあんまりこう喜ばしい状況ではないよね。そうだね、だから信頼できるさ人間関係あっての議論じゃん、うんうん、批判っていうのをさフラットに受け止められる土壌って大事じゃない、うんうんうん、だから二度目もそういうことを考えてたらしいんで、そこ大事だな。大事だよね、確かに確かに。でそれに加えて内輪で共有する幹になる価値観、うん、まあ、これをよくイズムって言ったりしますけど、はい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 、これを持つことを徹底的に二度目は避けました。おお、なるほど、みんなで一つの同じ考えを持つってことはしない。しない。だからみんな集まってみんな思うがままにその郷土について経済学的な視点で思ったことを述べられるような環境にしようってやったんだが、うんうんうん、これであるがゆえに、うん、ニトベの学問郷土学ってうまく、あ、地方学ってうまくいかなかったのよ、うん、つまりその考えを引き継いでくれる人がいないっていうことっていうのもあるけど、うん、その考えを引き継ぐって引き継ぐ考えがないわけ。あ、そうか、そもそもか、そう、うん、そうそう、みんな偏重しなかったからある一本の道に対して、うん、みんな方々ファーファーファーってやって、うん、それも自家高くだねってやってたから、そう、そうか、まあ、気持ちのいい議論ではあるけれども、あるけど楽しいね、和気あいあいではあったんだけど、うん、ここっていうのがなくて、そうか、そう、まとまりに書いたんだよね。幹が一本必要なのかな。そう、いや、これ難しいよね。さっきの条件だけ聞けば結構いいようにも思えたんだけど、うん、実際やってみるとそうじゃないのか。そう、だから雰囲気よくやることと、うん、内輪の空気感を作ることを避ける、うん、この2つって同時に成り立つってめちゃめちゃ難しい。確かに、ね、この2つにを成り立たせちゃうと学問としてその後として発展していかない、うんうん、これ学びになりますよね、うんうん、そうだね、多少なんていうのかな、やはり何かしらの主張というか、うん、考えみたいなのを持ってみんなで共有して、うん、当たるっていうのが、まあ、先に進む一本、うん、一個の道なのかな、うん、で大事なのかなっていうふうに思うよね、うんうんうん、まあ、その気持ちの良さはね、うん、残していきたいところではあるけどね。だからこの時の多分あの経験をもとにしたのかもしれない柳田は、このあと常民っていう概念を作っていくんだけど、常民、うん、常の民って書いてあるね。この常民概念を持ってその民族学の基本的な研究対象にしたっていう点は、もしかしたらこの地方学でニトビ稲造がうまくいかなかったこと、うんうんうん、まあ、要は郷土会がうまく立ち行かなかったことを反省してのものだったのかもしれないなって今思ったね。なるほど、はい、でこの1913年ですね、うん、この郷土会と同時並行で実は柳田さん神話学者の
高木俊夫さんっていう人とともに、うん、雑誌郷土研究を刊行します。郷土研究会がまずありまして、なくなりまして郷土会になりまして、で雑誌の郷土研究っていうのを全然別文脈で神話だもんね。そう、高木俊夫って人大事だ。ややこしいですね。最悪だよねここ。これは難しいぞ、うん、俺これ台本書いてる時もう嫌だったもん、ここ。いや結局この団体はどこみたいなことずっとなって。そうだよね、うん、でこれがでも難しいよね。そう、そう理解するのが。これがねずっと終わんないです。こんなのばっかりです。終わんないです。はい、でこの時、まあ、一緒にメンバーになった高木俊夫さんが神話学者であったことから分かるように、うん、はいはいはい、この郷土研究っていう雑誌はですね、うん、民間信仰とか伝説とかっていうような、うん、民族学的な、まあ、いわば現実からちょっと離れてる。うん、ところの内容を扱ってたんだよね、うんうんうん、ちょっと今までと新しいエッセンスだよね。そう、エッセンス、そうなんですよ、神話をっていうのは、うんうんうん、ここまでさ経済学的な見方とか知ってたのが、そう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 、農政学だし地方学だったわけじゃん、そっちは似てたもんね。そうそうそう、うんうんうん、ところがここでね急に民間信仰の話出すわけ、出てきた。でももともと柳田さんおこぜに大興奮してたわけでしょ。 そこの興味はあったはあったんだよね。多分むしろそっちの方が好きだったから柳田は。そうかそうかそんな感じがするわけよ、うんうんうん、でもこれを許さなかった人がいました。二戸部さんですか。違います。前々回か前回に話した水方熊楠です。うん、あ、ごめん、なんだっけ、あ、このネチョネチョしてることは印象に残ってるのかな。あ、ごめん、今ちょっとパッと出てこない。年金学者、あ、うんうんうん、年金、ね、根ばっこい金を学者であり、そう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 、民族学者であった三夜をふんどしで駆け回る男ですね。男です、はい、怪人です。怪人に水方熊楠です、うん、彼がこの矛盾点に気づきました、うん、手紙を送ります。お前それさ経済的な側面全然見てねえじゃん、その郷土研究ってやつ。まあね、神話とか ね民族信仰っていうのはそうね。そうで、お前それ農政学とかやってたのに全然現実のこと、現実的なことやってないやつと、うんうん、あんた何がしたいんだ。一貫性ね、それじゃあ民族学じゃねえかっていう風に鬼詰めするんですよ。それじゃあ民族学じゃねえか。そうだ、この時すでに民族学っていうのはドイツを発祥にして、はい、まあ、フランス革命に対するもの、うん、多分浦下くんの方の回でも出てくるんですが、うん、出てきましたね。そう、民族の、復興運動、はいはいはい、自分たちの民族っていうのは何かどういう形なのかっていうのを自覚して、うん、自分たちの国を力強く、推進していきましょうっていうような流れ、ね、僕はこうドボルザーク の、うん、文脈を通じてチェコがね、そういうのがあったということを話しましたけどね、はい、うんうん、でこの流れっていうのがドイツで沸き起こって、はいはい、その自分たちの生活を見直そう、生活にある私たちの、うん、なんだ、根っこにあるものを見直そうみたいな流れっていうのが、うんうんうん、ルーツじゃないけどね、そうそうそう、ルーツいいですね、根源につながってるものだよね。そういうことそういうこと、それを見直そうっていう起こりがあって、うん、それまあ、だからそれが世界中には広まりつつあったんだよね、うんうんうん、でだから水方熊楠はこの頃はどうだか分かんないけど、この後イギリスに行ったりとかして世界的な動きを見せるんだよ。ほうほう、だからそういう情報は仕入れてるわけ、世の中の動きね。柳田も英語の文献を仕入れて読んでるから民族学の存在は知ってるんだよ、はいはいはい、でも2人はこの段階では実は民族学についていい印象を抱いてなくて、実は柳田このおいお前それ民族学じゃねえかっていう言葉に対して、民族学は道楽でやってんだって返してるっていう。へえ、そう、なんか水方熊楠さんが、うん、民族学をあれだって言ってるのはまあいわば分かるわけ、うん、その柳田に対してこう一貫性がないぞって言ってるのは分かるんだけど、柳田自身もそっち側なの？そのリアクション？え、俺民族学は道楽で俺の本業は農政と地方学がって言ってるの。あ、そうなんだ。そうだからこの時点では後の日本民族学の父柳田国男は、うん、農政学の人間だっていう風に自覚してるのよ。だよね。そう、民族学、まあ、否定とは言わないけど、そう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 、自分はそっちではないってことを言っているね。そうなんですよ。でこういう喧嘩を手紙でずっと繰り返してます。手紙なんだ。気が長いよね。こう出しては待ち、うん、来て、キ君のその考えはどうかと思いますって送って怒って書いて、1週間前ぐらいのに書かれたものをペラッと見たら、うんって書いて、アンガーマネジメントで言えばもう一回冷めてるけどね。そうなんだ。健康に悪いよね。めちゃめちゃ間置いてるけどね。マジでそうだと思う。だから当時の人たちは、まあ、そういうところあったんだろうね。ああ、なるほど。今はねポンポン早いからね。早いからね。一旦落ち着くことは大事かもしれないけど、ね、うん、でも落ち着かなかったんだこの人たち。確かに今やばかったよ。ずっと続いてるとか。今 LINE でやり取りしてた。殴り合いまで行ってたと思うよ。マジで確かに、はい、
この時さ後の柳田国男研究から見るともうすでに山人の民族学、うん、山人研究に足を突っ込んでいる柳田さんなんですけど、うん、さっきも言ったように農政学の人間だ俺はっていう自負があったみたいな、うんうんうん、でも周りはそうは認めてくれなかったわけ、うん、水方熊楠を代表して郷土会のメンバー、うん、要は、二戸稲造と、ね、一緒にやってたところでね、そうそうそう、いや経済的に見ましょうっていう流れ、うん、そうそうそうからするとおそれ違うんじゃないっていう風な感じになってきちゃうと、うん、そうだよ、その郷土研究での方がというよね、はい、そうなんですよ、で、まあ、ちょっと雰囲気が怪しくなってきますよね、はいはい、で、まあ、それはともかくとして、うん、その道楽でやっていた方の郷土研究、まあね、そうおっしゃってましたよね、うん、神話研究神話学者の高木俊夫と一緒にやってた方の雑誌は、うん、その後1917年、だから4年間ぐらいかな、そうだね4年間ぐらい、うん、刊行してました、はいはいはい、でその内容っていうのは地名研究、土地の名前の研究、うん、民間信仰研究、うんうん、山人妖怪研究、おそこくらい、うん、そう、うん、郷土研究の方法論、あーなるほど、なるほど、うん、とこんな感じでですね、郷土会の扱う内容がそうであったようにやっぱり後の民族学と重なるところが多いんですよ、うんうん、なんかそのイメージがある、妖怪のことであったりだとか、 その調べ方もね大事だもんね、うん、そうなんだよ、うん、だからこれもう今日これがもう素体になって民族学ができたと言ってもよくって、うん、ただです、で加えてですね、この雑誌はね、すごいんですけど、当時で石川県と鳥取県の2つの県以外の全てに読者を持ってたんだよ。へえ。そう、2人でやってたのに。すごいね。最初はね、うん、石川県と鳥取県はいないっす、いないっす。あそこはスタバもないんですって。もうあるでしょ。もうあるでしょ。古い情報よ、それは。もうある、もうある。アップデートしていかないと。ありがとうございます。うん、はい。まあ、だから要は全国に読者がいて、うん、かつねこれ民族学の特徴なんだけど、うん、雑誌を読んでる人ってそれと同時に常に報告者なんだよ。あーなるほど、単に読者というわけではなくて、その人も事例であったり何かしら報告している、してくれるようになるんだよね。はいはいはい、はい、あそういうことをやってる面白い人たちがいるんだと、うんうんうん、これなんて周りの人から見たらこんな前時代的な思んないこといつまでやってんだって言われてきたけど、うん、やっぱおもろいよな、うん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 、いや実はこんなのうちにもあるんですって言って当初で送ってくれたりするわけだよ。確かにそのね、地方ごとのっていうのはやっぱその人たちが一番分かっているし、そういうこと、でそれをまあ雑誌っていうのを通して、まあ、外の目線みたいなものも分かってきて、そういうこと、よりまた改めて目を向けることができたわけだよね。そういうわけです、うん、まあ、だから全国に広がりを見せたそれはもうかなりね情報をね集めること、吸い上げることができて、はいはいはい、これがね実質的に民族学の基礎研究に、うん、後にね資する情報源になった、うん、ということを言われています。で、この回の、特徴ですね、うん、要は、郷土研究の方かな、雑誌郷土研究の、はい、神話とかね、はい、特徴を扱っていた方ですけどね、にはその地域に生きる人々の生活そのものを研究の対象にしたという点、うん、それからアカデミックな人間ではなくて、うんうん、地域に実際に生きる人たち本人が在野で調査したっていう点、それから文献とか歴史的な資料に頼らないで、うん、調査や聞き書きを重視したという点に特徴があって、これはもろ後の柳田民族学に引き継がれることになります。うん、だからこの時代が結構大事だったんだよね。そうだね、うん、まあ、立場とか考え方は今とはちょっと、うん、民族学ってものに対しては違ったかもしれないけど、その基礎みたいなものが出来上がっていっているよね。うん、いやよいやよって言っても好きなんだろって状態だったんですよ柳田は。なるほど、確かに、ね、民間人口好きなんでしょ、一番それが好きなおこぜだったでしょ、道楽だこれ、道楽っていう状況だったのおこぜなのやなたは、そういう状況になってたのね、うん、でまあ、そんな郷土研究会、郷土研究っていう雑誌も、うん、まあ、4年後にはなくなってしまって、はい、でその郷土研究がなくなった2年後ですね、うん、二戸稲造が国際連盟の委員になるということで、うん、ヨーロッパに渡ることになりました。なるほど、なるほど、それを機に郷土会は消滅していきます。なるほど、なるほど、うん、まあ、二戸稲造あっての会だったっていうところはあったみたいですね。あ、そうなんだね、うん、でもうこの柳田は新渡戸との郷土会、うん、それから高木との郷土研究っていうのを通して、うん、自分の関心がやっぱり単に人々の経済面での生活だけじゃなくて、うん、彼らの生きている世界、見ているもの、精神世界にまで広がっている自分の興味が、なるほど、生身の人間に対しての興味だよね、ね、なってきてるってことを気づくんだよね、うん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 、だから文献よりも現場に入っている情報の尊いことにも、うん、聞き書きすることの重要性ってことにも気づいていくことになりました、うん、はい、ところで、うん、柳田さんね役人でしたね。
そうだね、うん、3年周期ぐらいで部署移動があります。はい、はい、最初農商務省にいまして、うん、農政学関係のことをやっていました。やりました。で彼自身としては農政学と農商務省で一本でやってって、うん、俺はここで偉くなってやるって思ってたみたいなんだけど、はいはいはい、まあ、3年で移動させられますと、まあ、不満だったみたいですが、うん、その後ね、さっき言った法務、うん、法務局、うん、法制局か、法制局、法制局にの3時間になります、うん、で法制局の3時間になった後1919年、うん、貴族院の書記官長になりました。貴族院、うん、今の言う参議院です ね、 ね、参議院の、うん、参議院議長の下働きみたいな感じになったんだね。はいはいはい、うん、でそしてその当時ですね、その貴族院の議長だった人が徳川十六代当主、徳川家久という人物だった。16代の名前知らんかった。知らないでしょ。吉野部で終わってた。吉野部と一緒にね写ってる写真がねあったりするんですけど。あ、そうなんだ。年老いた吉野部がね、うん、要は江戸時の頃から生きてる貫禄をね見せながら、うん、その横で椅子に座ってるんですけど、あのね、まあ偉そう。まあ偉そう。ボンボン坊ちゃんな感じ。ムカつくぐらい偉い。ムカつく偉そう。で実際態度がめちゃめちゃ偉そうだったんですよ。あ、そうなんだ。うん、で、書記官長っていう仕事は、うん、基本的にその貴族院の議長の下について、うん、まあお付きみたいな仕事をして秘書っぽいことをやっていたんだよね。うんうんうん、で実はこのめっちゃ偉そうな家久と柳田が喧嘩します。あら、議長と秘書が。はい。柳田は下働き、使用人みたいなことはしたくないと。それは法的に決まった仕事ではない。ああ、そうなんだ。そう、要は下働きってこの場合で言うのはその議会の準備とかではなくて、うん、外に出るときに上着を渡してあげるとか、カバンを持ってあげるとか。本当に荷物持ち、カバン持ち、そう、雑用、雑用。俺はそんなことをやるために役人になったわけではないと。いや、だって学校に行かなかったような人ですよね。人ですからね、反骨精神バリバリですよ。三眼録とか書いてる人ですからね。下働きなんかしない、しない、できるわけないでしょ、うんうん、でも彼はそこまで行っちゃったもんだから、うん、なんとかやってたんだけど、まあ折り合いが悪かった、うんうんうん、イエスさんの方も言い分はあります。あ、っていうか、あ、そうか、うん、もともとその柳田の俺はこんなことしたくないが原因なのか。それも原因。あ、それも原因、うん、やんなかった実際、うん、俺やんないよそんなことって言ってツンとしてたのも原因だし、うんうん、そのまあそれは柳田の主張もわかるじゃん、うん、それは重たる仕事ではない、まあまあまあ、ただ家久の言い分もあって、うん、柳田はこの時その法制局にいた頃みたいに結構なんだ調査旅行に出かけてたわけですよ。伸び伸びとやってましたよね、うんうん、ところが上司の家久に全く連絡をよこさなかったと。急にいない、うん、柳田いねえの。俺今日議会だよみたいな。気がついたらどっかまた九州か行ってるかもしれない、うん、そう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 。多分単に話取ってなかっただけなんだと思うんだけど、うんうん、そういうわけでお互いまあ反りが合わないと。まあ確かにね、うん、合わなそうだな。そうそう。でかつこの頃郷土会が崩壊した時期なんでね、うんうんうん、柳田が二戸と一緒にやってたやつね、が崩壊した時でもあって、うん、まあ多分虫の居所も悪かったんでしょうね。そうだよね。 その自分の研究できるところっていうのもなくなってなくなったし、うん、好きに旅行させてもらえないし、おまけに上着着せろみたいなわけわかんないこと言うし、仕事させられて、って言ってもういい、役人生活はまっぴらごめんだ、もうやまっぴらだって言ってやめてきます。なるほど。 それであなたは仕事を辞めたんですか。そういう違います。そんな反骨精神ではないです。はい。でその後どうしたかっていうと、うん、彼ね朝日新聞社に入ります。あら、新聞社に。はい。でこの朝日新聞社に入る過程がですね、うん、柳田がちょっとかっこよすぎてですね、朝日新聞社に入る前、うん、柳田国男も著作を結構書いていて方々から引っ張りだこだったんですね。あ、もう柳田先生ならそう、貴族院辞められるんですか、うんうん、いや、ぜひうち来てください、うんうんうん、あ、講演会やってくださいって言って引く手間だったの、うんうん、でまあ柳田は、まあ、まあ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 、まあ、しばらく本読んだりとかしたいんでみたいな風に断って、結構断ってて、そうそう。で朝日新聞がでも食い下がるわけです、うん、そこで柳田は交渉します。あ、じゃあ、自由に旅行させてくれるならいいよって言って、やっぱそこだな、そう、大事な条件、そう、朝日新聞の当時の社長と交渉して、うん、それを勝ち取って、勝ち取ったの、そう、朝日新聞に入社します。すごいな。いや、それ凍結だよね。許されてまでも入社してほしいと。そうなんだよ。すごいな。でここから1年間自由に旅行することを約束させて、うん、柳田日本全国回ります。それ朝日新聞としての仕事って
してないですね。なんで。でも多分お金出してもらってますね。いやすごいね。かつまあ一応なんだ約束として1年経ったら、うん、1年後にはこっちからそうお願いするんで講演会を全国巡ってやってくださいと。あ、うん、なるほど。だからルート決めて、うん、最後沖縄で終わるようにしてください、うんうんうん、旅行はっていうことになって OK っていうことになって、まあ、実際その全国回っていくんですね、うんうんうん、で、まあ、たくさんの著作を残しました、はい、うん、で、まあ、現地の空気感を全身で感じてそこに思いを馳せるっていうことをやっていて、ただまあこの時柳田は言うまで言うフィールドワークみたいなことは一切やってないんですね、うん、まあ、さっきがその何九州に行った時が唯一に近いっていうことは言ってたもんね。そうそうそう、最初で最後、うんうんうん、だから土地の雰囲気とかを肌身で感じて自分の中で醸成してその後共同研究とかして寄せてくれる報告文、うん、報告の内容とかから構想して自分の説を練っていくっていうことをやってたんだよ。はあ、これがさ普通の凡人だったらできるわけないじゃんそんなこと。自分の直接の経験体験じゃないから、ね、ないからさ。でそれをやってのけたのがこれ柳田のすごいところなんだけど、すげえ。そう、想像力とあとそのものとものをつなげるセンス、つなぎ合わせる力だよね。コネクティングザドッツ力ですよ。すげえ、これがすごいんですよね。そうで、まあ、1年経ちました、うん、1921年2月15日から朝日新聞社との約束を守って、はい、最後の旅行先であった沖縄から北上していく形で各地で講演会を行い始めます、うんうん、いくつか回ったその半月後、半月後、うん、15日後、はい、3月1日国からの要請で柳田が国際連盟委任統治委員会委員っていうのに選出されるんですよ。ほう、国際連盟ですか。国際連盟だからすでにニトベが言ってるポストだよね、うん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 、そこに就くことになるんだよね。はいはいはい、はい、最悪ですよね。だから会社の金で日本回るだけ回って、うん、さあ仕事始めようって言ったら半月で、うん、じゃあ国際連盟呼ばれちゃったんで行くんでって朝日新聞社、クソ柳田さんに逃げられた投資がもう全部持ってかれる、全部ダメになっちゃう。まあもちろんなんかその後の日本への功績で考えたらダメじゃないのかもしれないんだけ ど朝日新聞的にはね大損害ですよ。パワーですよね。話し合いますよ柳田先生っつって。でもまあこれ今戦争に向かってる途中なので、うんうん、国の意向は絶対ですからね、はいはいはい、うまくいかなかったわけです。そこはで、まあ、それに柳田はその国際連盟から帰ってくるの委任統治会委員から帰ってきた後は、うん、もう一回朝日新聞に入ってるんで、うん、あ、そうなんだ、うん、そこの約束を守っているようですね。さすがにね。そうでも柳田は嫌だったらしいです。嫌だったんだ、うん、日本出るのすごい嫌で、あ、日本を出るのが嫌だった、うん、すごい嫌だったらしくて、まあ、そう日本回りたかったもんね、まあ、そうだね。それもあるし、まあ、やっぱ海外怖いみたいな気持ちもあったのかな。あ、そうなんだ、うん、まあ、だって不安はね募るばかりですからね。まあまあまあ確かに、うん、戦争に向かっている中で、うん、でよほど気持ちが張り詰めていたらしいんですよ、うんうんうん、でこの時長崎県の諫早駅のプラットホームで電プラットホームを電車から眺めてたと。これから佐賀に行って東京に行くっていうね、うんうんうん、流れで、でそのプラットフォームで小さな子供がよちよち歩いている、その様子を見てあの子は西洋へ行かんでいいなと思ったっていうことを書いてる。いやだからそのもう小さい赤ちゃんに対して思っちゃったらもう終わりよ最後よ、いよいよよね、だいぶ来てるよね、うん、そう自分とそこ一緒に条件で考えちゃうともう、うん、いよいよだよねそれはね。いいなあの子は行かなくていいなとかじゃないのよそれは。柳田の可愛いところが出てますね。ああそうだね、うん、でまあ、ここからしばらくの間国際連盟の委任統治会委員、うん、もうちょっと正しいあれ分かるんですけど国際連盟に入って仕事をします。はい、この時のエピソードで一番面白いのがですね、うんうん、彼が一番力を入れてたのが何だったかっていう話で、お彼ね力を入れていた、そうエスペラント語の普及にめちゃくちゃ力入れてた。エスペラント語の普及そうそうそう、なんか聞いたことあるようなないような言葉の普及にすごい熱を込められてるんですけどエスペラント語って分かる？いやもう分からないに等しいと思う。人工言語ですね。あ、そうなんだ、はい、なんか名前だけ本当に聞いたこと。人工言語のそうそうそう、人が作った言語で、はいはいはい、まあ、大変整っていて、うん、発音も容易で、うん、これは国際語に使えるとなるほどいうムーブが一部で起きていた。はいはいはい、これを見た柳田とニトベは当時日本が英語がうまく喋れないもんで、うん、国際的な場面で遅れを取っていたことに気づいて、まあちょっとこれではいかんと。そういかんと、うんうん、じゃあこれもうみんなエスペラント語やってフラットにやっていこうぜ
まあ確かにこう後からついていく側の思考だよね。そうでしょ、一旦フラットにしようぜ、ゼロにしようまずやろう、まずそっからだって言って、うんうん、スプラントゴーバンザイみたいな感じで二戸部と一緒にやってたんだけど、うん、まあうまくいかなかった、いかなかった、うん、でもこれからのあで、まあ、しかも周りのね、あの国の委員会委員の人には、うん、まあ、若干に惹かれてたぐらいのムーブでやってたらそれないでしょうみたいな、ちょっと日本わかんないみたいな感じになってたみたいだね。でまあ帰国後にあの、うん、息子さんの為政さんが、はいはいはい、あの一緒にね柳田とご飯食べるとかってなると、うん、大体晩飯の後はエスペラント語講座が開かれてたらしいですね。もう身内からね、まずはね、そう一生懸命授業して、これからの時代エスペラント語だからそうそうやってたわけですよ。見事に外しました。来なかったね。来なかったね。帰国前の話、まあ、帰国直前の話なんですが、1923年日本の関東地方において、まあ、ある大きな影響のある、はいはい、ことが起きました。関東大震災ですか。素晴らしい、さすが、ね、歴史ちゃんとやってるらしいですね。一応その年代は、うん、はい、関東と聞けばピンときますね、はい、柳田国男48歳、48歳、はい、国際連盟からこれは大事であると、うんうん、関東大震災は大事だと、うん、まあ一家全員死んでてもおかしくないと思って柳田帰ってきます。そうですよね、うん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 、で柳田はそこで広がった光景と、あのヨーロッパに行く前に目にした沖縄、最後の旅行先だね、そっかそっか、はい、その状況を振り返ります、うん、あれ日本やばくねと、ほう、うん、なんか今もう震災でボロボロになっちゃってるし、うん、行ってきた沖縄はもう、ね、こうすごい窮状が広がっていたわけなんで、うん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 、もうみんな、なんていうの、生活レベル低くて、はいはいはい、みんな苦しんでいた。でもう俺学問ずっとやっていくって心に決めてたけど、うん、学問って社会に直接的に果たし得る役割って何だと、うん、まあ確かにね、その現場での何かではないっていうのが当時のあれで、うん、かつその学問っていうのは役に立っちゃいけないみたいな認識が当時はあったんだよね。ほうほうほう、高尚なものであるべきだ、ちょっとした、楽しみとしてなのかな、としてでもそうだし、アカデミアでは、うん、いやこれはもう俗世と話して、うん、切り離して使う、我々選ばれた人間だけが扱えるものであるっていうような認識があって、うん、柳田はもうこれを打破するべきだって考えるわけです、うん、こういう日本のもうちょっとどうにかなっちゃってる状況っていうのに対して真剣に考え始めて、それが反映された振る舞いをし始めます。ほう、疲弊する農村という現実、弱り切った同胞、沖縄の姿、うん、都市生活の抱える病理、うん、人口問題、うん、これらの根本を考えて、根元を考えて抜本的な解決を生み出すことを講演会で日本中で説いていった。ほうほう、これがこの柳田の最初のムーブですね、うん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 、何からやっていかなきゃいけないのかっていうことを考え始めて、ね、結果的に柳田は民族学にその活路を見出します。ほう、ここできました、はい、古都民族学、日本においては過去を知り自らを知るための学問、うん、過去どういうことがあって我々はこうも貧しいのか、うん、農民はいかに貧なりやっていう風に彼は言ってるんだけど、そうそうそう、どうしてこんな貧しいのかって考えて、うん、それを自分たちの過去を振り返ることによって自分たちで現状を変えていこうって言ったのが、柳田の唱えた民族学で、これは俗に自己内省の学問っていう風に呼ばれる。そうね、振り返りだよね。そう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 、うんうんうん、振り返りこそが大事なんだ、はいはいはい、自分たちの足元を立ち返ってみろっていう風に言うようになります、うん、ここから柳田の民族学が始まります。お、はい、1925年、帰国以降、あの民族学の岡民族学っていう、これはね、族がね、部族の族、暴走族の族の方ですね、うんうんうん、この学問をやっていた岡正夫さん、岡正夫さん、はい、って人に求められていたこともあって、うん、再び雑誌を作ることにします。お、また雑誌ですね。柳田さん、雑誌また作りましょうよっていうことになる、うん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 、でここで雑誌民族というものができます。はい、今回は民、さっきは、ね、はい、郷土とかだったけどね、そうです、今回民族、今回は民族です、はいはい、この族は暴走族の族、族の方ですね、はい、はで、でもこれ1928年に、まあ、岡さんとの決定的な決裂をしてしまって、決裂、そう、休刊しちゃいます、うん、まあ、このね、最後の方が
ひどくてですね、うん、まあ、この頃柳田帰ってきたばっかりでもう使命感がすごいんですよ。そのね、行く前の沖縄と帰ってきた時の関東の状況を見て、うん、日本の状況を見てこれはいかんと、学問にこもってちゃいけないっていうことだよね。これまで旅行して回ってみた日本の農村がいかにひどかったかっていうのを思い出してるんで、うん、もう使命感がすごいの。もう切れるナイフなのこの状況この時代の彼は、うん、そうだから柳田相当煙たがられておりまして、はあ、まあ確かに外側からするとあいつめんどくせえよな、なんかえらい燃えちゃってないみたいな感じになっちゃってるわけ、うんうん、だから同居してた共同研究者からはあれとか呼ばれてたらしいです。あれかモストなんだろうなこうちょっと遠ざける言い方だよね。そうそう、いや、うん、あれ今日もさピリピリしててさみたいなこと言われてたんだよね。って呼ばれたらな。そうかな。だからでもね、柳田からしたらもう50になるので、うん、とにかく時間がないそっかと思ってる時期なんですよ、うんうんうん、で加えてね、かつての弟子であってすでに自らの民族学を確立させつつあった折口忍さん、うん、折口、はい、うんうんうん、とって人との衝突がもうとにかく煩わしかった。あ、これも衝突してたんだ。ここも衝突してたんだよね、うんうんうん、てかね、折口悪いところがあってね、岡正夫と柳田が喧嘩してるところにね、あの皮肉言ったりしてんだよなんかなんだろうな、油を注ぐとまた別の方向だよね。自分が殴られに行ってるもんね。なんかね、やってるみたいな感じで、うるせえよっていうことだからね。そう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 、うん、まあ、それに折口的には柳田のやってることの、まあ、ある部分に関しては、うん、自分でもどうかなと思っているし、うんうんうん、折口論文に対して柳田がかなりきつく当たっていたところはあって、でな、うんうんうん、この時その、折口さん常世論っていう常世、うん、よくさ、本家のゆる言語学ラジオの方で取り上げられている、うん、まれびと、はい、うん、まれびと、外からやってくる神とも言えるし、うん、まあ、部外者とも言える、しばしば殺されてしまう存在、うん、そのまれびと論を確立させつつあったんだよね、折口って。この時期に、まあ、彼の研究成果なんだよあれって。なるほど。そうそう、でもそれを柳田の目線では研究方法がおかしいと。おかしかったのか、うん、まあ、おかしかったみたいなんで、うんうんうん、僕もこのあたり詳しく知らないんだけど、うん、柳田以上に自分の中で一度ぐちゃぐちゃにしたものを結びつけて発展させていくっていう思考をしていて、うんうんうん、正直言って常人から見たらそれありみたいなことを結構やっているように見えたみたいな、ね、理屈的にもぐちゃぐちゃみたいな、それは論理的じゃないじゃんみたいな、うんうんうん、かなり感情入ってるじゃんみたいな。まあでもまあ後から見てみれば、まあ全然納得いくものだったみたいで。ああ、そうなんだ。そうそうそう、だから折口民族学っていうのは柳田民族学と並んで存在している。あ、なるほど。そうそう、だからちょうどね、心理学でいうところのフロイトとユングみたいな関係なんだよ。はあ、まあちょっと詳しくは、ね、あ、そうかそうか、心理学の話なんで、僕じゃなくて心理学の会話の人にお願いしたいんですけど、まあ、彼らも師弟子の関係で、うんうん、最初は一緒だったんだけど途中で認識が分かれてたまたま分かったっていうところがある、うん、なるほどなるほど、みたいなね。で、まあ折口の方との衝突もありまして、うんうん、まあちょっと岡とはやってられんっていう風になります。やってられない。で、まあ民族、雑誌民族が解散というか、まあ実質廃刊する流れになりまして、うんうん、この後実質的な後継雑誌、次を継ぐ後継雑誌として民族学っていうものが刊行されます。郷土民族民族で、この時の民族学っていうやつは、うん、人弁に谷の方ですね、僕らのよく知っている。あ、はいはい、このゆる民族学ラジオの民族ですね、はい、うんうん、これが創刊されます、雑誌、はいはいはい、民族学ですね。だけどこれね、柳田はね一切関与しなかったんですよ。ほうほうほう。これは折口忍を中心にして、うん、早川幸太郎とか、まあ、知らないだろうけど当時の有名な民族学者たちがこぞって集まって始めた雑誌なんだよね、はいはいはい、だから当時の主流はこっちにシフトしていく、雑誌民族学の方にシフトしていく形になったんだよ、うん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 、で折口も別に柳田のことが嫌いではないし、うん、論文を跳ねのけられた時もまあまあ次書きますよみたいなことを言う立場ぐらいだったもんで、まあ、そこでこう変に恨んだりとか、そう、全然してなくて、柳田がいたから自分は折口忍として民族学やっていたから、うんうんうん、彼をまあできれば引き入れたい、はいはい、っていうことで結構アプローチするんだけど、柳田はねこれに関わらず無視をするって、ね、関わってなかったって言ってたけどね。そうなんだよ、まあ、確かだけどこの雑誌民族学のメンバーの中には例の岡正夫もいまして、はい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 、まあ、決裂した後なんで気まずかったのもあると思うんで、うん、まあ、いけなかったのかな、うんうんうん、もあると思います。でこんな風にその民族学の主流になった折口たちの雑誌民族学と柳田の孤立は深まっていってしまっていたんですね、うんうん、ところが1930年、
1930年、うん、柳田は朝日新聞社にいながらもでそこで論説委員っていう論説を書く、うんうんうん、まあ今でいう転生人口みたいなところを書く、うん、とかあと社説とかも書いてたらしいですね、うんうん、そういうことをやっていた人なんだけど、それと同時に明治大正史、明治大正史世相編っていう、うん、あの本を一冊書き上げるんだよ。明治大正の歴史を世相をそうどんな世間の状態にあったか、うんうん、まあ、要は自分の生きてきたこれまで生きてきた時代だよねが実際その民衆の姿を見てみるとどんな時代であったかっていうのを書き表した、うん、初めてその時系列的に並べない文献の歴史資料だったんだよね。なるほど、なるほど、うん、これがまあしんどかったらしいんだよ書くのが。ああ大変だった、めちゃめちゃ困ったらしい、うんうんうん、でも柳田 の、 あの代表作として数えられるぐらい名著って呼ばれるんだけど、これを書き上げて、もういいですって言って朝日新聞辞めることになるんで、もう限界です、もうノイローゼなんで辞めますと。でもう怒ったりするのも疲れちゃったみたいで、そっか、そうもう限界です体力が、怒り疲れはもう何の記録もないそうそうそう、だから和解の姿勢を見せ始めるんですね、うんうんうん、はい、で当時柳田のもとに出入りをしていた学生で、後に国文学者としても名を残すことになる鈴木東蔵さんっていう人、鈴木東蔵さん、うん、この人学生だったんだけど、うん、当時はね、あのね、私たちがさ、鴨川に行った時にさ、うん、私と吉野部さんが同じ本持ってきてたじゃない、日本俗信辞 典、 辞典、あれの植物編っていうのがあるんだけど、これを、はい、あれを書いたまとめた人がこの鈴木東蔵さんなんだよね。そう、この人が柳田のところに通ってたもんで、折口がちょっと口聞いてくれんかっていうふうに言って、うんうんうん、鈴木さんにお願いして、柳田先生、国学院大学で今度民族学雑誌民族学で講演をするんで出てくださいってお願いして、うん、柳田ももう怒ってもないので、うんうん、いいよってことになって出ることになりました。ここで元雑誌民族、うん、民族学じゃなくてその前身になった暴走族の族の字のね、そうそうそう、うんうん、このメンバーで構成されている、ほとんど構成されている今でいう雑誌民族学、うん、はい、さっきまで決裂してたとこ ね、 そうだね、この面々と柳田は再度結束することになります。はいはい、戻ってきました。そうで、ここでやっとね、柳田邦男の組織としての民族学が駆動していくんですよ。お、まあ、今までね、こう、まあ、1人2人でやっていたりだとか、1人でだったりとか、そうそうそう、ここでこう複数人の仲間が集まってきましたね。そうそう、ずっと別れちゃったりして、共同研究の時は高木と一緒にやって、うん、なんか読者もたくさん押し寄せてきて楽しかった、うんうん、でもその後紆余曲折あってまた1人になっちゃった、うん、でもここでその間に立ってくれた学生もいて、再度かつてのみんなと一緒に結束することができるっていう状況に持ってきたんだよ。縁だな、それは。でこの時の鈴木さんのね、うん、手記がちょっと微笑ましくて、うん、鈴木さんがそのこの講演会の後に折口と一緒に柳田先生のところに挨拶しに行くんだよね。この度ありがとうございました。ありがとうございました。でその時折口が持ってたカステラがでっけえってこんなでっけえカステラ初めて見た興味どこ何も考えてないじゃんでっけもうその時目に映ったカステラのことしか頭に残ってないじゃん、こんなカステラこんなでっけえ初めて見たって鈴木東蔵書いてて、でその届けに行って折口が出てきた時に、うん、大変ねほっとした表情をしていて、うん、鈴木くん本当にありがとうって言ってたのを、うん、まあ、当時鈴木東蔵内部事情を知らなかったんで、うん、あ、なんか大きな問題が解決したっぽくてよくわからなかったけどほっとしましたって書いてるんだよねなんか言わなくていいなあえて。でもなんか和まない、間にでっかいさ、うん、潮流の間に挟まれてさ、うんうん、何も知らない、そうそうそう、だからこそ役割を果たせたと思うんだけど、確かにね、うん、こういうね、おかしみ、歴史のおかしみが僕は大好きなんですよねこの後の1930年から40年代、うん、はい、民族学確立の時期になります、うん、1930年から40年代は民族学、柳田の民族学が確立していきます。確立、はい、つまり日本民族学ができていくわけですね、うん、はい、これをこの時、柳田が扱ったのが常民の民族学というやつです、さっきの常なる民と書いた、はい、常なる民と書いたやつです。常民について後で説明しますけど、一般的に言うと普通の農民、普通の農民のこと、うん、1個畑を持っていて、うんうんうん、自分の、畑の稼ぎだけで暮らしているような人たちっていうのを対象にしていましたと、はいはい、東京都成城にある、うん、現柳田邦男館であるところ、うん、当時でいうところと、はい、あるんですよ、うんうんうん、当時でいうと柳田のお家です、
うん、ここに人を集めて授業をしたりしてましたと。でこの時から全国で要望があったところに出かけて講演会をするようになります。なるほどなるほど。でその結晶として生まれた講義録、うん、や授業録が民間伝承論っていう著作なんだよね。民間伝承論、はい、ここに書かれている最近一躍有名になった一節があります。ほう。ジャワさんの草の根のクズを煮たおかゆで半透明のもの。ん？ジャワさんの草の根のクズを煮たおかゆで半透明のもの。これ何か分かりますか？もはやクイズですね。草の根を半透明のもの、うん、なんだそれは。分からん。ジャワさんの草の根の半透明のもの、うわぁなんだろう、やめろ、あーごめん。これね、うん、4年間3年前ぐらいにね、うん、ツイッターでバカ話題になったんですけど。そうなん。これねタピオカです。おお、タピオカ。そう、民族学が始まった書籍にタピオカ出てくるんですよ。すごい。私もタピオカなんかもう最近っていうかもうね、もうそこ 3,4 年前ぐらいからしか知らなかったけど、うん、もうそんな前から。そうだから一時期柳田邦夫がタピオカおじさんって呼ばれてたんだよねツイッターで。そうだったの。そうだから令和おじさんと同じ文脈だと思うんだけど。タピオカおじさんだ。フォトジェニックでタピオカおじさんだったんだ。そうなんだよ、フォトジェニックでタピオカおじさんだったんじゃん。タピってます人だったんだ。すごくね、写真集載ってた？タピオカ載ってない。でもこの講義録に載ってて、うん、はい、要はね教壇の上でタピオカの話してたってことになるんですけど、うんうんうん、それがねこの一節ですね。どこですか？例えばですか、うん、例えば私の家の朝飯には折としてタピオカを食うことがある。そうそう、朝から、うん、それをなんだたまたま気合わせて心づいた学者が日本人の食物はジャワ産の草の根のクズを煮たカユで半透明のものだと報告したならばどうであろう。そう、まあ、この文章的にはですね当時民族学、部族の族の字、うんうん、かつあと人類学だね特に、うん、文化人類学がやっていた研究の手法がキーなものを拾ってきてそれを取り上げて民族史にして俺は部族のことが分かったぞって言ってるような感じが柳田はしていたらしくて、うんうん、そんなこと言ったら日本の朝飯タピオカだよって言ってる部分なんだよこれ。あ、なるほど、ちょっと批判的な、そう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 、批判的な文脈で出てきたもので、うん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 、まあ、こんな風に当時ですから全ての民族学の基礎になってた日本民族学の基礎になってた本にタピオカが出てきたっていう話だよね、うん、はあ、なるほど、うん、そう、まあ、小話はさておいて、うん、この民間伝承論っていうのは日本において初めて、うん、日本における民族学のその方法論を説いた著作だと言います。はい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 。まあ、ここに書いてあることは大体民族学っていうのはどういう研究をしていくのか、うんうん、どんなことに着目したらいいのかっていうことを書いてるんだよね、うんうんうん、これが日本という国における民族学、要は日本民族学の確立の底礎になったと言えるわけなんだよね。はいはいはい。でこの民間伝承論は1934年、まあ、弟子によってまとめられていて、まあ、柳田59歳の頃の作品になるというわけなんだよね、はいはい、でこの出版を機にですね1935年全国に広報して聴講生を募ります、うんうん、これがきっかけで民間伝承の会が作られます。おお、まだ新たな会が生まれましたね。出てきましたね。でこの機関誌、この機関が発行している雑誌として、まあ長年日本民族学の表舞台になったのが雑誌民間伝承というものですね。民間伝承、これ前回、うん、山口弥一郎が報告文を書いたのがこの民間伝承なんだよ、うんうん、あ、そうなんだ。そうそう、そうなんだよ。あの分離埋葬事件あの報告書を書いたのがこの雑誌なんだよね。なるほど。この雑誌が出た頃のお話だっていうわけだね、うん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 、まあ、この民間伝承の会はこの後に日本民族学会になり、うん、現在のね、うん、民間伝承っていう雑誌は現在の日本民族学っていう雑誌に変わっていきます。なるほどなるほど。だいたいここら辺で雑誌の話はおしまいです。はい、たくさんついたけどね。解放されてください。はい、よかった、はい、まあね、二刀部稲造のね郷土会から振り返ってみてくださいよ。名前似すぎてるでしょ。連続してたからね、はい、その郷土と民族 と、ね、民間伝承だ、民間伝承と、うん、しかも字が違うとか最悪ですよ ね、 あったね。だから覚えなくていいっす、はい、でこの民間伝承の会
の中で、うん、柳田の論は目に見えて体系化されていきます、うん、まあ、稲作と稲作文化とそれを担う人々、うんうん、柳田の言うところの常民を研究するようになっていきます、はいはいはい、まあ、常民とは何であるか、うん、とりあえず山人ではありません。山人では山人さっきだって米の文化が、うん、からそう遠ざかっていたって言ってたもんね。そうそうそう、米文化を持っている人たちによって排除された人たち、うん、っていうのを指して山人と言ったので、うん、山人を研究していた時代の常民っていうのは、うん、山人でない人たちを指していたんだよ、うんうんうん、なるほどなるほどなるほど、はい。でまあ、柳田ははっきりしたこと言わなかったのでこれ結構解釈が分かれてるんで、うん、まあ、福田味夫先生っていう、まあ、有名な民族学者の方の説明を使わせてもらうと、うん、荒っぽく言うとこの常民というのは村の住民の大半を占める江戸時代の本白商の生活様式を今も持ち続けている人々のことを指すと、はいはいはい、だから自分で土地を持っている百姓さんということですね。自分の土地を持っていて、そう、水の百姓じゃなくてね、自分たちの土地を耕して禄を得ている人たちだよね、うん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 、この本百姓はまあ今言った通り基本的な農民でありましたと、うん、で彼らをまた彼らの末裔を常民という言葉で捉え直して、うん、平地屋で暮らして稲作を行う農民である常民、うん、彼らを研究していく、彼らの歴史を研究していく、うんうん、こういった方向性が柳田および柳田を中心とした日本民族学の活動となっていくわけなんだよね、はい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 、これはね、ニトベのやってた郷土会と違うところとしては、うん、経済的な視点はそんなに導入してないんだよ、ね、あそこはあまり大事じゃなくて、そうそうそう、うんうんうん、とにかく彼らがどう生活しているかを見ていくでその歴史をたどっていくことで今をより良くしていこう、歴史に答えを求めようっていうのが日本民族学になったわけなんです、うんうんうん、まあ、さっきの自己内省振り返りとこうつながってくるようなところですよね、うん、そういうわけです。で、まあ、ここから日本はね戦争に突入していく時代になっていきます、はい、戦中の日本民族学についてはちょっと複雑なので別な機会にまとめたいと思いますので、はい、今回は先送りにします。まあ、戦中もね、まあ、様々な困難を抱えながらなんとか乗り越えてきました、うん、でこの日本民族学っていうのを、やっていくにあたって木曜会っていうのを作りました。木曜会、これは初めて民間伝承の会が行われた時、うん、民間伝承論の講義が行われたのが木曜日だったから、うん、ああ、本当に木曜だ、そうそう木曜、はいはい、なるほど、はい、水曜の次です、サーズですね、はい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 、戦後1947年3月、うん、木曜会は名前を変えます、うん、民族学研究所です。おー、なんかすごく王道な名前に、そう王道な名前になってきましたね。柳田国王邸を本拠地として法人化します、うん、財団法人化します、うん、民族学研究所の発足です、はい、ここから柳田は講演会と社会的事業と後継の育成と論説の執筆に勢力を注ぐようになって、うん、いろいろやってるな、はい、こっから名著と呼ばれる作品が多数生み出されてくるんですね。おーおーおー、今回はその中でもユニークなものを2つご紹介します。はい、何でしょう。はい、1つは日本の社会、うん、日本の社会というやつです。わかりやすい教科書みたい。これはね、うん、教科書です。あ、教科書なんだこれ。おーおー、柳田国男著の教科書です。へえ、社会科の教科書。そうそうそう、2つあったんですよ当時、うんうんうん、国語科と社会科があって国語科が結構売れたんですよね、うん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 、はい、でも社会科ちょっと攻めすぎた。ほう、うん、攻めすぎた。当時社会科って新設科目だったんですけど。なるほど、はい、社会科に必要なものは何か、うん、それは民族学の要素だろうと思って載せたものが白川郷の絵イラストとか地元のことを勉強しようみたいなね、そういう流れのものを書いちゃった。まあ、だからそれだけじゃないよね、いやもちろんそれだけ書いてたわけじゃないんだけど、そこにだいぶ力を入れてたよ。でおまけにですね、その当時なんだ資料集じゃないけどさ、国語科だとさ国語の辞書を作るじゃないですか、うん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 、当然ね言葉扱うから。そうだね、要は社会科も辞書を作りましょうって言って出たのがこの民族学辞典ってやつです。うわー、言葉フル漢字フル学むず辞典の、いや学は見たことあったけど辞典の字は見たことないんですけど、これ予測変換全然出てこないんですよ、うん、はい、これね当時のものです。当時のもの、はい、私物なんですけど、古いものだって見た目も、はい、これね、めくってみてくださいよ。うわー緊張するわこれ。これは渋くね。渋いな。これ小学校の社会科でやる内容じゃないよね。このまま使ってたんだよね。そうそう、漢字読めるのかな。もう何の振り仮名も基本的にはない。
ですよ。そうなんですよ。ここを見ると、あの本当最初の言葉の、名詞があってその読みはあるんですけど、はい、その何て言うか語尺っていうんですか、うんうん、意味に関しては何にも書いてないので、その振り仮名が。そうなんですよ。これ読めるかな。特に地名なんか全然読めないでしょ。読めない読めない。こういうのを、まあ、力みすぎて出版したみたいなところがあります。いや力みすぎだなこれ。うん。だからこれでも貴重なのが、うん、ここで語の意味を定義した、うん、学術用語術語ね、うんうん、の意味を定義したわけで、この当時柳田が民族学におけるワードをどういうふうに捉えてたかっていうのが見えてくる、うん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 、からこの当時常民を引けばこの当時の柳田のは常民をどういうふうに思ったかっていうのは分かる。確かに確かにそうになってて、ね、まあ歴史的民族学史的な資料としては優秀なわけなんで、ね、うんうん、捉え方が分かる。そういうこと、そういうこと、ありがとうございます。あのおばあちゃん家にあった本と同じ匂いがします、はい、でこの日本の社会、うん、さっき言った通りダサかったので受けませんでしたっていうのと、もう一個ね、当時の文部省の教育方針と反りが合わなかったんですよ。あ、その柳田先生推し推しの内容っていうのは、そうそうそう、あの日本の方針と合ってない。そう、うん、当時柳田はあの自分たちのおじいちゃんおばあちゃんに話を聞いて、うん、自分の住んでいる郷土のことを知ろうとかっていうのをやったりとか、うん、まあ、とにかく自分たちの身の回りのことを自分たちで課題を見つけて解決していこうっていう、いわでいう課題解決型学習ってやつね、うん、なるほどなるほど、うん、課題解決学習ってことを先んじてやってたんだ。はい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 。でも当時は系統学習、系統、うん、要は筋道だってまずこれ教えて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 、今詰め込み型みたいなもんですよ。まあそうか、うん、そうだよな、ことが今後の方針だっていう風に国で決まってたんで、いや学習指導要領にやって書いてあるしなみたいな柳田の社会は使えんよみたいなことになった。そうだな、うん、まあ時代が時代なだけにそっちの方が良かったのかもしれないしね。そうなんだよね、うん、あの時代だったらそうだったかもしれん、うん、まあ、今となっては柳田先生の方法が、まあ、いいなと思うけど、うん、それはね、まあ、それは今の結果論的な、ね、はい、ものなわけなんですね、うん、でもう一冊紹介します。これ婚姻の話という本で、ほう、結婚、まあ、そう結婚、うんうんうん、日本人の結婚文化、結婚の流れっていうのが、はいはいはい、まあ、どういう風に変遷してきたかっていうのを書いてるものだっていう風に聞いた、うん、僕はエアプーですねこれ婚姻の話の内容よりこれにまつわる話が面白くって、うん、この当時あのこれが出た当時、民主化によって個人の自由が尊重されます、うん、そうすると男女平等の時代になりますと、はいはいはい、でもこれに対して柳田はこう思ったんです。自由ってさ、うん、急に渡されても迷っちゃうじゃんと。うん、婚姻なんてみんな特にそうだよ。どうやって男女が付き合ったか分かんない。恋愛結婚って何？難しすぎ難しすぎ、うん、うまくマッチングされなくて離婚も増えちゃうよきっと。なるほど。そうだ、国立の男女交際機関を作ってそこで交際相手決めることにしようっていう風に言い出すんですよ。どうだろうな、行きづれーな、行きづれーしょ、うん、当時の柳田の考えでは、うん、あの昔日本でやられてた、男衆だけで集まって日常作業をして、うん、女衆だけで集まって日常作業をする、うん、若者組娘組っていうのがあって、でほうほうほう、これがたまに交流してそこでいい相手を見つけるっていうようなことをやっていたことを前提に置いて、うん、なるほど、まあ、そういう場があったんだと。そうそうそう、こういう場を国で提供すれば必ず幸せな結婚生活を送れるよっていうふうに主張したんですよね、うん、誰も賛成しませんでした国で用意されてもな。そうなんだ、ね、なんか重いんだよその時点で。そう、 うるせえよ自信ってか。そう、まあでも彼の本心からの、うん、あのおせっかいの心だったわけなんで、まあ、本当にだからそれがいいと思ってたもんね。思ってたわけですよ、うんうんうん、でも結局ね恋愛結婚も悪くなくなったわけじゃないですか我々から見たら。まあそうですよね。これからまだちょっと時代が下りまして、はいはい、柳田最後の著作が出ます、うん、1962年、うん、海上の道という論集です、はいはい、これ1950年から60年にかけて執筆されたものをまとめたものなんですね。海上というのは、うん、海の上、海の上の道ですか、うん、端的に言えば、うん、これ日本人はどこから来たかっていうゴーギャンの一歩手前みたいな壮大なテーマを扱った作品。ということはやはり島国であるわけだから、はい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 、それでどこから来たのかと、海上に道があるのかと、海上の道を通ってきたのだっていうような、まあ、あの比喩表現ですね、うんうん、なってるわけなんだね。で、これ沖縄に関わったもので、
日本人の祖先っていうのは中国大陸南部に住んでいた人たちで、うん、稲作により適した土地を求めて沖縄を経由して北上して繁栄していった。これが柳田の論なんですね。主張なんだね、うん、ぶっちゃけ言いますと、うん、なんとなく気づいてると思いますが、うん、これ人類学的に見ても考古学的に見ても、うん、北から降りてきたことはあろうが、うん、南から北上していくことはない。あえて寒いところに行くっていうことになるわけだし、そうことになっちゃうし、それって稲作から遠ざかってことになるじゃん。もともと米って寒い地域だと作られにくい植物、うん、今北海道とか有名だけど、それは最近の話だもん ね、 ね、できるようになったってだけだからね、うんうんうん、だからまあいろんな方面から批判が上がったんだよね、うんうんうん、突飛すぎるぞお前それはと。さすがにないでしょう、ね、そうそうそう。でもねこれ柳田自身も分かってたっぽいんですよ。あれ、うん、でもこれを書いた真意っていうのは、うん、当時沖縄っていうのが日本っていう枠から外されていて、要はアメリカの占領地にあった時代があったわけですね、うんうん、本土との結びつきが緩くなっちゃっていたと。あ、なるほど。いや違うよ、俺沖縄行ってきたけどあそこは確かに日本だったよと、うん、沖縄と本土はもっと結びつきをきちんとしてなきゃダメだ、手放しちゃダメだっていうふうに柳田思ってたんでね。だから日本国民の玄関なんだ。そう、そう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 、うんうんうん、沖縄が。そう、むしろ我々の祖先はあそこにいるのだと、はい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 、いうふうに主張して、沖縄と本土っていうのが古い文系の関係にあるよっていうふうに主張していたんだよね、うんうん、だからもう一回沖縄調べ直そう、あそこも俺たち の故郷だからっていう風に主張する、うんうんうん、それが目的だったんじゃないかっていう風に言われている。さっき の、 その人類の移動としてはそんなに本気の主張ではない、本気なわけではないかもしれな い、 れないと、うん、彼自身も突飛であることには気づいていたようになって、うん、でまたねここで、まあ、象徴的で日本史上で重要な、日本史上で重要なのは、うん、これまで使われてきた常民という言葉が、うん、ここで初めて日本人に置き換わってるんだよ。おさっきまでは、本百姓の流れを含む、まあ、自分たちの、田んぼで生活している人たちだったけど、まあ、日本人全体を常民と指して言うようになったここで。ほうほうほう、まあ、日本人イコール常民というよりは常民という概念の上位概念として日本人を置いて、うんうん、その日本人っていうのは沖縄にもいる、うん、俺たち本土にもいる、ここまとめて日本人だと、うんうんうん、だからここの結束はちゃんと持たなきゃいけないって、やっぱり文脈とつながってるんだよね、うんうんうん、だから国が統治手段の一環として用意した臣民としての日本人、うん、まあ、要は天皇制の中でね、うん、用意された臣民としての日本人でも法の上に認められた、人権の上で認められた日本人、うん、でもなくて、柳田はその人生で民族学という方法を通してある種の価値観、精神世界を共有している現実にこの列島に生きている人たち、この中に日本人っていうものを見出して、かつ民族学の対象を見出したっていうのが、うん、彼の人生の帰結なんだよ、ここ。なるほどなるほど、うん、ルールとかそういうことではなくて本当に血のつながりであったりとか世界観の共有だったりとか、うんうんうん、だから必ずしもそんな上に立っているものではなくて、俺たちはもっと深いところでつながっているんだっていうのを柳田ここで説明していて、うんうんうん、なるほど、まあ、こうやって日本人をねこういう枠で捉えて学問の対象として人口に解釈する、民族学っていうのはこういうもんだ、日本人っていうのはこういうもんだっていうもんところまで持っていったのは、うん、おそらくね柳田国男が初めてでありますよ。なるほど、うん、そして今でも日本人、日本文化を語るって言った時にまず誰が出てくるかっていうと柳田の名前が出てくるでしょ、うん、柳田が日本人を作ったんですよ。そうか、うん、そうだよね、今日本人という概念だよね、うん、そう、うんうんうん、なってくるわけなんだよね。まあ、今回柳田のことを調べてるんで、うん、柳田にちょっと肩入れしてる部分は当然ありますから、うんうん、まあ、これはすごいナショナリズム的だとか言われるかもしれないんだけど、うん、あのねこれちょっと補足なんだけど余談なんだけど、うん、柳田が亡くなった10年後にあの柳田の弟子たちとか、うん、影響を受けた研究者たちが集まって座談会するんだよね。ほうほうほう。そこである一人に言われてるのが、うん、柳田先生は健康なナショナリストですと。お健康な健康なナショナリズム、健康なナショナリストですと、うん、ナショナリズムを持ってる健康な、うんうんうん、それは健康なの、健康なね。彼はがやってたのは不健全な規制、その論に規制して自分たちの主張をしている不快な一般のナショナリストとは違うっていうふうに言われていて、うんうん、
これがね面白い表現だと思って、うんうんうん、あのナショナリズムっていうと我々結構敬遠してしまうところあるじゃないですか。まあやっぱりなんかこう一個の主張が強すぎて他が排除されちゃいそうな、排除されていて、かつ黒い車に乗って、うん、ワンワンワンって言いながら外走ってるね外戦車的なイメージがあるわけですけど、うん、そうじゃなくて彼は本当に日本のこと、当時の日本のことを考えて、うん、日本人っていうのを問い直していった人であって、うんうん、あれは健康なナショナリズムであったから、健康なナショナリズム、うん、それを学ぶことには意味あるよねっていうふうには言えるっていう。なるほど。でこの後民族学研究所っていうのが解散されます。お、解散しちゃった、はい、教科書の編纂が終わって間もなく、うん、文化人類学者石田栄一郎っていう人が、うん、東京大学である講演を行います、はいはいはい、ここで石田栄一郎さんこんなこと言うんですね。民族学は、うん、日本民族学は講義の史学科の傘下に入るか、うん、文化人類学の一ジャンルになって発展していくべきだ、ほう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 、って言い出すんです、ね、学問の位置づけだよね。そうそうそう、位置づけの問題、うんうんうん、要は一つの独立した学問じゃなくてお前らジャンルだろっていう風に言い出すんですよ、はあはあ、この時ねこれに対して誰も批判できなかったんだよね。ほう、批判できなかった、うん、どころか歓迎していたところがあって、ほう、そうかもって結構な割合の人が思ったんだよねうーん、これに対して柳田がすごい怒ったんですよ、うん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 、もうお前らこれに反論できないならやめちまえと解散だよ、うんうんうん、研究所なんか解散って言って実際解散しちゃったんですよ。あ、その理由なんだ。そう、民族学研究所10年で解散することになりました、うん、なるほど、はい、みんななんかポリシー持ってなかったみたいな感じ、みたいな、うん、みんな俺好きなことやってただけだしなみたいな、はあ、それに石田の言うこともまあ一理あるなみたいなことになってるわけなんだけど、うんうんうん、これね因果なことにね、うん、この石田一郎さん奥さんが長男かなえさんの孫なんですよ。おーっとつながってんな。そう、親族と、うん、親族に打開されちゃった。うわー、この時そうか、熱いなと思った。これ調べた時熱いけど悲しいなそう、悲しいよね。だから柳田の、うん、にはあの石田栄一郎にとって大おじさんに当たる人だったってわけなんだよね。でまあこのあと日本民族学会残るんですけど、まあ、柳田っての民族学会だったもんで、うん、バランス悪くなって派閥争い始めちゃいます。あららら、うん、でその後柳田はあまりにもでっかい人物だったもんで、うん、みんなちょっとあの近寄りがたくなっちゃって、まあね、もうそうトップオブトップだもんね。トップオブトップだった神様みたいな存在になっちゃったから、うんうんうん、柳田が研究の表舞台に立つことはなくなっちゃいました、はい、で柳田自身はこの後も講演や執筆を続けるんだけど、うん、まあ多くはね民族学が変わっちまったって嘆くものだったんだよね。なるほど。そうで、また年老いたために同じことを繰り返し言うようになってたりとか、ね、していっちゃう。それはね、まあまあまあ、時代の傑物もね、ゆるとしなみには勝てないということです。なるほどね。で、1962年、はい、正常にあった自宅で亡くなります。うん、88歳でした。88歳。老衰です。うん、大往生だね。そうだね。うん、最後までこう。最後の方はちょっとねボケしたかもしれないけど、ね、けどでも民族学にこう費やした情熱は、うんうん、最後まで感じられた人生だったね。まあ、前日崩れるように布団に倒れたままうつらうつらして亡くなっていったらしいですね。現在は多摩丘陵にある春秋園というところに葬られています、うん、はい、以上で柳田の人生会おしまいになります、うん、はい、こうして柳田の人生見てみると、まあ、意外とあっちこっち行ってたりさ、うん、民族学は道楽だって言ってみたりして、そう最初から同じ考えだったわけではないよね。ないそう、うん、全然違った、全然一本で行くぜって感じじゃないじゃないですか、うん、むしろロマンに心動かされて、うん、これいいな、あこうじゃね、あなるほどこうだ、うわーっていう熱意とか、うんうんうん、このままじゃダメだという使命感で動いてるところがある。そうだね、うんうん、まあそれがこうたまにいやいやそれはって行き過ぎてしまうことがあったのかもしれないけど、うん、その情熱というかこう使命感みたいなものは柳田先生のこう魅力の一つだなってだと思いますよ。あの穏やかにね笑う人が内に秘めてるシーン一本は、うん、あるんだよね。ものすごい硬かったっていうことなんだよね、うんうん、だからね、これ調べて人間の生き方ってこんな感じでいいのかもしれないと。ほうほうほう、一本筋が最初から通ってるわけじゃなくて、うん、ロマンに焦がれてもよくて、たまに点で外れる使命感で駆動してもいいと、そういうところに私勇気もらって仕事辞めました。そこだったか。そうなんですよ、そこに続いたわ。続くんですよ。ということで4月からゆる学徒カフェの常駐スタッフとして働くことになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、
じゃあ本日はここまでするんですが、はい、まあ、最後どうでしたか。はい、いや本当に今最後の話で、うん、まあ、もちろん今僕には音楽というものがあって、でそれにこう一本芯を通したかのように、まあ、生きてはいるんだけれども、うん、そのつもりでもいるけれども、まあ、もし今後その時その時に自分が情熱を捧げるものっていうのが変わっていくんだとしたら、うん、おそらく悩むと思う。それでいいんだっけとか、今や途中でやめちゃっていいんだっけ、今から新しいことってできるんだっけとか、うん、いろいろ言うと思うけど、まあもちろん難しさはあるにしても、その過去の経験生かしながら、その時自分が熱を持ったところに全力で向かっていける姿勢っていうのはちょっと今回学びになったわ。なるよね、かっこいいなって思うよね。かっこいい、うんうん、で最後はああやって朗らかに笑っていたいよね。そのね込みで人間柳田国男が素敵だなって、そう思いました、思ったわ、うんうん、ありがとうございます。その感想がね、はい、いただけただけで、いや素晴らしかった、報われました、ありがとうございます、うん、ということでね、本日はここまでとしましょう、はい、というわけで、はい、こちらが僕の職場です。じゃじゃーん、わー綺麗綺麗かな見てあの放置機の剥がし方バリがすげーついてる、ね、だらだらですけどね。あれプラモデルだったら怒られるやつ、バリバリじゃないか、うわ、いやここが、ね、職場となるわけですね。職場となるわけですよ。さっき懸垂したら埃落ちてきました、とんでも廃墟でございますけども、こっちやでこれ、まあ、そんなわけでね、はい、あのゆるがくとカフェというのがね、はい、あの4月早ければ4月末ければ4月、うん、ないし半ば、うん、であれ遅くても5月にはなるほどできてたらいいなという話で、全然進んで決まんなかったけど何も未定です、何も未定です、はい、許認可さえまだまともに許認可もなるほど今あの一生懸命働いてますんで、そうですね、はい、これからこれからということで、ということで、でですね、あのゆるがくと、ハウスのチャンネルがね、はいはい、僕たちの先行動画が上がっていたあのチャンネル、ね、僕始まりのチャンネルですよね、うん、あのチャンネルがですね、ゆるがくとカフェと、ね、名前変えまして、うん、はい、そちらの方にここ内見しているね詳しい様子の方の動画とか等上がっておりますので、うんうん、皆さんぜひあの開店までのね上がる動画チェックしてみてください。そうですね、はい、スタートから追っていただけると、追っていただけると、はい、プロセスエコノミーってやつですよ。そうです ねこれがもう詳しく知らないんだけどね、はい、はい、ということで、はい、ここら辺で締めたいと思います、はい、皆さんぜひね今後のゆる学徒カフェおよびゆる民族学ラジオ、ゆる音楽学ラジオの方の動向を追ってみてください。よろしくお願いいたします。それではさよなら、バイバイ。